日本をかっこよく無水大学の茂木誠です日本人偉大教徒の吉岡武さんにお話しを伺っておりますこの前の回で特に近代史をロンドンロッシャルド家とアメリカのロックフェラー家との構想と見るっていう新しい視点を出していただいてで僕思ったのは日本のね、はいはい、政治にこれがどう関わってくるかと,うと、はい、当然その 日本が明治大正で大統領戦争に突っ込むまではロスチャード系だったのが敗戦でアメリカに占領されましたからで一気にロックに変わって、はいはい、ってことは基本的にその自民党政権はロックヘラー系と言えますでしょうかは言えますね 清和会かね。安倍さんとかね。高知会はどうやらロスチャの陣営のように思います。吉田茂さんってイギリスと結びつきで。そうですね。だから吉田茂さんの流れがこう二つ分かれていて、で一個が今の岸田さんの高知会、もう一個が麻生さん。これロスチャ系ですね、完全に。に対して岸さんから安倍さんの清和会はロック系と。 ということは、改憲派。で、日本の防衛力をもっと高めよう派っていうのは、アメリカ・ロックヘア系だと。それはつまり、アメリカの武器が売れるからですはい、そうです。ですよね。で、しかも共和党ってことですね。ですよね。だから、アメリカを見る大切な視点は、大雑把ですけど、イギリスの グローバル勢力のカウンターパートというのが民主党ということはよく言われてそれは私の一番の日本の国内メンタル藤井元気先生もそういう仮説を立ててます、うんうんえー、つまり民主党ははっきり言うとロシアの代理人と、はい、そうですはいに対して対抗するのがロック系の共和党と、はい、いうことははすかいトランプは娘のイバンカが回収してたように、うん 林先生がよく言われてますけど、うん、トランプの言うところのディープステートというのはブ、うん、ロックラー系だと言われてます、うん、じゃあ共和党の中では異タンでやるとはいでトランプの2016年の選挙の時はよく噂されてるのが、うん、フランスロスチャイルド家はトランプに入れてイギリスロスチャイルド家はヒラリーに票を入れたという噂を聞いてましたなるほど えつまりロシアから見ると、えずっとその民主党を立ててきたんだけれども、共和党にトランプという変わってきた人ができたんで、はい、トランプもうまくいや、そうではなくて、はい、より詳しく言いますと、ええ、フランスロシスイル時が起こった時の、フランクルトで開業したマイヤー・アムシェルの5男のジェームスの頃から、 パレスチナの地にいつかユダヤの国を作りたいうん、うん、ということを促進したので、うん、フランス・ロッシャイルドの家は伝統的に親・シオニストの勢力だということが言えます。うんうん、それに対してイギリスはバルフォア宣言など小手先のアイディアとしてシオニストを利用しましたが、うんえー、シオニストっていうのはイスラエル建国をする人です。はいはい、なので、無条件でイスラエルを支援する人にフランス・ロッシャイルド家は えー、安心しして、うんえー、サポートしたとと言えると思います、うん、でイギリスはイしだけはビジネス優先で、うん、イスラエルのバックアップというのはほとんどないです。まあ、唯一例外は今本家のジェイコブ・ロスチャイルドさんは個人的に、うん、イスラエルにテこ入れをしてその証拠は、うんえー、2017年にバルフォア宣言の100周年の時に メイ首相とはメタニヤフ首相を呼んでお祝いをしてた動画を私はで見ました、うん、話を戻すと、はい、ちょっとまだトランプの立ち位置がよくわからないですけども、はい、トランプは娘向こうのクシュナーさんがユダヤ人で、はいはい、あの人はどの立ち位置なんですかクシュナーさんっていう人クシュナーさんはも完全にシオニストでその証拠というのは、うん、これもまたマニアックな話なんですが、うん、全米のユダヤ人の大多数は民主党支持ですが。うんうん ドイツ系の中東欧系、ロシア系より早くアメリカに移民したヤコブシフを中心とする、準、ワスプに準ずるドイツ系ユダヤの待遇の人たちというのは、うん、主に共和党支持なのです。えっと、ワスプっていうのはイギリス系です。で、ロケルアのイギリス系、あイギリス系っていうか、ドイ,かまあドイツ系ですけども、まあまあ、一応、ワスプですよね、はい、ほとんど。広い意味でのワスプねでです、うん。に対抗して、シフたちのユダヤ系が入ってくる、はい。はい トランプは何度か自分の会社を潰す危機にあったときに、うん、その都度、えー、ロス・チャイルドから、うん、ちょっとこれがロンドンかパリかわからないですが助けられてなんとかここまで来たということは嘘ではないようです、うん、あとあのー、JP モルガンはいあれも WASP ですよねはいでもあれはロッはロスチャいは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 いのいは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  ってことは、トランプがばってですか。はい、うん、そうです、うん。はい、こんな感じで、今回はよろしいですか。はい、はい。日本を。かくゆく。吉井大学の茂木誠と。吉岡隆弘ジョセフです。はい。ありがとうございました。